ゲームズ所属のハルキョです。今回はチャプター3が始まったということで、新機能のねスライディングについてね話していきながらスラリーナしていきたいと思います。とりあえず初手の武器取りと思ったけど、ショットガンスキル、ナイス。あっちで戦ってるね。まだ終わるな。やばい、撃つな撃つな撃つな。SMG えぐガチね。今シーズン SMG がえぐいよな。とりあえずただひたすらに、あっ危なっ。あーガチえぐい。結局ね、勝負が決まる SMG なんだよね、毎回。ちょっと待って、一回ゆっくりしよう。この人の。きつい。あんまり SMG も撃てないんだよね、弾ないから。一回ねこもろう。よくない、ここでね出しゃばったら負け。ここが1位撤退だわ。うん、これは戦略的撤退なんで、逃げとは言わないです。あーかわいそう。この人たちめっちゃ猛者だぞ。オッケー、ビームが。もう今の多分俺の ARM よかったらやりきれてるしな、絶対。このリコイル慣れんのむずい。どうせするし全部食っちゃおう。よし、でもリロードが長いね、ちょっと。SMG。まあでも、そんぐらいね、ないとちょっと、いくらなんでも、感じするからな。ちょっとまずい。ちょっとっていうか、ちょっとどころじゃないわ、まずいの。オッケー、オッケーだけど、よかった、この人持ってた。ピナクルピック。ほほ。待て、鉄と。ああ、気落ちちゃった。まあいいや。いやでも、ミニポも欲しい。こういう時に、スライディングができない。ちょ待って、そういえばこの動画、スライディングの動画なのに、俺スライディングのこと、一つも話してなくね。ボツ動画になるって。いらねえわ。そうでね、スライディングね。はいはい。ちょ待って。
やばい、この画面酔いするがして、そうでね、スライディングね、そうもうね、ちょ波乱万丈すぎてスライディングのことについて一つも話せてなかったんだけど、スライディングね、崖降りるときとかスライディングめちゃめちゃ強いし、進行の最中とかにこういう登ってる間とかでもね、スライディング使えるんだよね。やばい、行った。やばい、あっぶねー。スライディングこういうね、あとこういう進行で降りるときとかもほらマジ速いよ、ほら見て、えぐくないこの速さガチえぐい。あとね、これ進行建築とかしてるときも、こういう進行建築してるときもこうやってスライディングをこうやってうまいこと使ったらめちゃめちゃね早く進行できるんだよね。こんな感じでこう走りながら、ちょっとむずいんだけど、こうこんな感じ、ほらこんな感じやると、ほらめちゃめちゃねスムーズにね早く進行できるから、なんだろう、進行役の人とかはめちゃめちゃね多分これね練習した方がいい。俺もそうなんだけど、めちゃめちゃねちょ練習する。俺は、ね、今のうち結構慣れておくのが強いかもしれん。こういう登ってる時とかもこういうなんかちょいちょい織り交ぜたりすると早いっていう、多分。やばいやばい、この人だ。あっぶねー。結局 SMG が最強なんよ。撃ってんの？いた。189。いけー！くそ。189はえぐい。でもね、紫でワンパンできないのね、別にいいと思うんだよね、スナイパー。結構さ、ソロとかってスナイパーワンパンやばいからね。いいと思うよ、ワンパンなくなったの。ショットガンもそうだけど。よし、行こう。いや、直塗りできなかった。いてぇ。
よし、死んだぞ。さあ、ラスト 1v1。資材があんまないから。オッケー。ビーグロイ。あぶね。ギリギリ。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ジジイ。